はい、皆さんホッピーミルキーです。本日のジャンク品はこちら、 PC 用のねモニターになるんですけども、映像のフレックススキャン EV2451 23.8 インチのモニターになりますね。これあの EV2450 の後継車種になります。違いはっていうと、ここですね、ここはフルフラット、 EV2450 ってここにベゼルがあったんですけども、それすらないというフルフラットのモデルになっています。でこいつのジャンク症状なんですけども、映像がねイメージがダブって映るっていうことらしいです。多分まあちょっと液晶自体にエラーがあるんじゃないかなと思っているんですけども、見ていきたいと思います。まずは動作チェックですね、やっていきます。音声が途切れてしまったのでナレーションで対応していくんですけども、やっぱり映像のロゴ、これもね二重に見えちゃってますね。それとピクチャー、こちらの方も赤色がねなんか分割されて表示されているような感じになっています。はい、オープン。これはコネクターとかないんだね。はい、こっちにねアクセスしたいんだけども、この鉄板を開くためには多分このベゼルを取んないとダメですね。取れるかな？あ、取れた。はい、ここから尺を稼ぐために詳細の説明をしていきたいんですけども、残念ながらモニターについてもド素人なんで説明できることがないんですよ。全くないんです。仕方がないので苦肉の策としてね、とりあえずそれらしいことを言っておけばいいかということで次から喋っていきますが、適当なんで、まあ適当に見てください。はい、ではちょっと回路見ていきましょう。ここですね、ここが DC-DC コンバーターセクションになります。でこの IC から BGH と BGL が出力されるんですけども、ダイレクトに COF に入ります。それとここのレベルシフター IC ですね、ここにも BGH、BGL のインプットがあります。このレベルシフター IC にはフリップフロップ回路が2桁ありますので、ここの部分にペアで出力される形になると思います。はい、この IC から出たね信号なんですけども、この後どうなるかっていうと、この COF 左右の COF に同じ信号がね流れていきます。でこの不具合なんで起きるかっていうと、片方の信号にエラーがあるから COF がいかれちゃってるってことですね。エラーがあるから問題が発生していると。なのでここなんですけども、こっち左右どっちかのね信号をカットしてあげると治るんじゃないかと思います。まずまあどっちかカットしてみて、治んなかったらまたつないで反対側をカットする、そんなことをやっていきたいと思います。はい、でこちらが右側の COF のところですね。いろいろ配線あるんだけども、ここですね、ここの4つ、ここら辺が切らないといけないところです。ただ今回多分、ダメなところここですね、この1つのピン、こいつがダメなんで、ここをカットしてみたいと思います。はい、こんなもんでしょう。
では動作チェックやっていきたいと思います。スイッチオン。あ、まあこれ気にしないで、これ、うん、気にしないでいいから。はい、どうでしょう。二重になったの治ったね、完璧にね。うん、これ成功だよね。二重になったのは完璧に治った。はい。おい、ちょっと待てと、なんだこれはと。あの、まあちょっと言い訳じゃないんですけども、組み立て直した後にね、組み立ててる時にちょっとパキってやっちゃったのと、液晶が割れる瞬間が撮れてましたので、どうぞご覧ください。あ、割れちゃった。ここなんかおかしかったじゃないですか、表示 COF ね、ちょっと突き刺しちゃって組み立てる時に。その時の写真がこちら。もうあの、まあね、液晶交換なんてね、ちょっと高いしね、まあまあそういうことなんですよ。あ、でもあのこの動画見てる方はね、二重、この最初の現象ね、最初の現象、二重に映るっていうのを治ってるかどうかが重要なわけであって、最終的に製品として成り立ってるかどうかはどうでもいいと思うんですよ。うん。なので今回のね、修理は成功だと思います。私ね、自慢じゃないけども、こうやって最後に壊しちゃうこと結構多いんで、まあ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 、今回もこうなっちゃったかという感じですね。はい。ということで、この動画はジャンク品の修理とか DIY そんなのをやっています。もし面白いよって思ったら、グッドボタン、それとね、グッドボタンといいねは一緒か。そう、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日は、いっちゃ